ートレース平和島のお盆シリーズ第63回デイリースポーツサマーカップ6日間の熱戦はいよいよ優勝戦が始まりました。6選手が登場バックスレッジ側、作戦行動は動きはありません。1号艇は浜名谷健吾、2号艇長畑雄介、3号艇後藤翔士、4号艇小皿頼宗、5号艇加藤雅彦、6号艇相原俊明、以上6選手の対戦。風はホームステッチが追い風状況、現在風速は4メートル前後です。インコースは1号艇の浜名谷健吾、ここは人気独り占めとなった1番の浜名谷の陰線。ここまでシリーズ最多の7勝をマークして最後も人気に応えますか。2コースは2号艇の長畑雄介です。序盤から活躍を披露してきた長畑、久々の優勝なるか。3コースは3号艇の後藤翔士です。昨日の準優は3コースからまくっての勝利、同じ3号艇での登場。4コース角は4号艇の小皿頼宗、今年4回目の優勝を狙う一戦。5コースは5号艇の加藤雅彦、モーター48号機船足生かして好レースを見せてきました。アウト6コースは6号艇の相原俊明、アウト6コースからですがデビュー初 V 目指す一走です。スタイルは3対3と分かれた第12レースの優勝戦。進入地から1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。12レースの優勝戦スタートが切られました。インから好スタート1号艇浜名谷、一周1マークへ向かってはインから1番の浜名谷が1マークを先制。外握っていく5号艇の加藤、内からは2号艇の長畑、4号艇の長田がついていきますが押し切りました。1号艇の浜名谷先頭、2停身3停身とリードを奪っていきます。2番手は5号艇の加藤が優勢に運んでいますが、内側から4号艇の長田、あるいは2号艇長畑が迫っての1周2マーク。2マーク1号艇浜名谷の後方、2番手内潜り込む4号艇の長田ですが、5号艇の加藤が外からかわしていきます。5番の加藤がかわして2番手、内からは2番の長畑も上がっていきます。体勢の方はどうか。2番手は5号艇の加藤が少しリードを取って、3番手は2番の長畑と4番の長田が競り合う展開になりました。2周目1マーク、先頭から1番5番と向こう上面入った後ろ、4番の長田は少し後退しまして、2号艇長畑が3番手。ここで体勢は1番5番2番となって2周目2マークに移っていきます。上位3艇が抜け出しました。後方は6番の相原、3番の後藤、最後方4番の小皿が追走して2周目にマークです。直線コースへと帰ってきました。レースはこれから最終周回、リードは広がっています。1号艇の浜名谷健吾が先頭、2番手は5号艇の加藤雅彦、3番手は2号艇の長畑雄介です。上位3艇は1番5番2番と抜け出して3周大スタンマークを旋回、最後の向こう上面へと移っていきます。1月の東京ダービーに続いて平和島お盆シリーズも制します。1号艇の浜名谷が先頭、堂々人気に応える走りで残り半周。2番手は5号艇の加藤雅彦、3番手は2号艇長畑雄介です。上位3艇は1番5番2番、ラストコーナーです。今年は3回目、通算では98回目、平和島は21回目の優勝へ向かって1号艇浜名谷直線コース、第12レース優勝戦まもなくゴールです。先頭1番浜名谷優勝ゴールイン、2着は5番の加藤、3着2番長畑ゴールイン、6番相原、3番後藤、最後方は4番の小皿ゴールしました。